皆さんこんにちは、もっち情熱応援団団長です。さて本日はなんと時計専門誌クロノス日本版編集長広田正幸氏にお越しいただきまして、対談という形で動画を撮らせていただきました。クロノスは私にとっての教科書的存在ですからね。その編集長に来ていただいてお話ができるっていうのはもうとてつもなく貴重な体験でした。時計という話題でここまで広がるのかっていうのも感じましたね。ということでボリュームたっぷり、すっごく面白い内容になっていると思います。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、ありがとうございます。ようこそ。ありがとうございます。もっち情熱応援団へ。まさかクロノス編集長に来ていただけるとは。いやいや、お招きいただき本当にありがとうございます。いやいや、もうね、夢でしたよ。いやいや、そんな立派なもんじゃなくて。とりあえず飲みましょう。ありがとうございます、はい、飲ませていただきます。乾杯で。いや最高です。最高です。ありがとうございます。いや、いつもね、今日3冊しか持ってきてないですけど、直近の読んでます。ありがとうございます、はい。まあ、一応ここの媒体の、はい、まあ、編集長やったり、あと、まあ、ウェブクロノスの方、まあ、見させていただいたりとかしてまして、まあ、紙の方はオタク向けで、ウェブの方はまあ普通の人向けに。あ、そうなんですか、うん、割と。あ、そういう感じになってるんですか。一応分けてる感じで。知りませんでした、はい。もうすごい勉強してますよ。ほら線貼ってありますから。ありがとうございます。もう完全にオタク向けですけど、好きな人は読んでくださってるということで、一、はいはい、回読んでも覚えられないから、線貼ってなんだっけなってやり直さないと、まあ、書いてる僕もね全然覚えられないのでそうなんですか。そんな感じの媒体なので、まあ、ディープな人は読んでるので。本当すごいですよね、毎回情報量が。まあそうです ね、 ね、こういうのって、はい、誰がどういうタイミングでどう企画するんですか。やっぱり時計好きの人は周りに多いので、はい、まあ、こういうのが見たいとか、はい、こういうの欲しいとか、はい、あとまあこういうネタがあるよってあったら、まあ調べていくって感じで。うーん、あ、そうなんですね、はい。じゃあ周りからこう来て、まあ、そうですね、多いですね。だからまあいろんな人とつながってて、団長ともつながって、はい、一緒にまあ立ち飲み行ったりとかして、はい、最近どうなんですかみたいな感じで、ね、ロサンゼルス帰りの日にね、飲みました。そうです、そうです、ロサンゼルスから戻ってきた日に一緒に飲んだりとかして、はい、あのハードな中、それがまあ今回につながったっていうことですよね、はい。あの日だって昼間ラグビーしてましたよね。あ、そうです、そうです、ラグビーして、ね、はい、ベル&ロスの創業者にインタビューして、で団長と飲んだ。そうですよね。その後イベントで合流して、そうです、そうです、そうです、で合流して飲んだって。スケジュールむちゃくちゃだなこの人と思いながら、で次の日またイベントでしたもんね。そうですね、そうです、すごいですね。もうだから最近なんかイベント屋みたいになってるけど、でもまあもともと時計は好きなので、はい、それでまあ一応こうやって仕事させていただいて、まあ、ありがたいですよね。いや本当ですよね。それはもう私もありがたいです。で、はい、お互いそうですよね。そうです、そうですね。で今日は大テーマとしては、大テーマ、はい、はい、広田さんってどんな時計に興味があるのっていうのが大テーマです。はい、はい、私もそうなんですけど、はいはい、時計選ぶときって何かから入るじゃないですか。あ、まあ、間違いない。とりあえず何かから入る、はい、私の場合デザインが多いですけど、はいはい、デザインから入って、そっから、まあ、ブランドだったりムーブメントだったり、誰がいつどんなタイミングで作ろうって言い出したのかとか、はい、そういうところまで調べていって、まあ、あとはお値段との調整ですね、まあ、そうですよね、っていうところで買うに至るんですけど、広田さんどうやって入ってくるんですか、時計って。自分で買う場合、今編集長とかさせてもらってますけど、まあ、元々僕時計好きだったんですよね、はい、単なるで、はい、サラリーマン で、はい、で買える時計ってそんなないわけですよ、はい、だ結構調べて買うんですけど、はい、ただね、やっぱり元々サラリーマンだから、やっぱ普段使える時計になっちゃいますよね、うんうん、やっぱそこはだから僕コレクターの皆さんってあってすごいなって思うんですけど、はい、もう僕コレクターじゃないなと思ってて、まあ、はいはい、使える時計をまあなんとなくなんとなくめでるみたいな、めでるみたいな感じで、だから実用時計がすごい多いですね、はい、だから IWC でしょ、まあ、グランドセイコー、まあ、ジンとかダマスコとか、はい、あ、ジンもね、よく103、そう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 、ペタも名されてますよね。そうそうそう、別に何のお金にもならないですけど、ね好きだから、まあ、ああいうのを押すみたいな、はい、ああ、やっぱ実用時計が基本のベースですよね。ベースなんですね。団長どうなんですか。私もでも実用好きかもしれないですね。エタとか、あ、まあ、最高ですよね。何の抵抗もなく、僕何の抵抗もないですよ。好きです。ユニタスとかたまらないです。たまらない。まさにこうトラベルセットとしてますけど、あ、はい、いいですね。しかもレフティーだ。レフティーです。レフティーをちゃんと右につけてますね、はい、僕も前同じやつ持ってたんですよ、まあ、あの友達の就職祝いであげちゃったんですけど、あげちゃったんですよ、なるほど。あとなんかビームスの中村さんとかもね、あ、そうですよね、はい、これは傑作ですね。傑作ですか、これは、うん、
どう傑作ですか、聞いてもいいですか、はい、めちゃくちゃ褒められたいです自分が。あのユニタスっていろんなバージョンがあるんですよ、はい、これ載せてるの6498だ、8ですね、8の1っていうタイプで、はい、低振動のバージョン、はい、で2になると21600振動でクロノメーター仕様なんですね。あ、そうなんだ、はい、なるほど。で、はい、2はもうほとんど作ってないんですよ、うん、一時期のパネライが載せたりとか、あとオメガがちょっと使ったりとかしてて、うん、まあ、2の方がクロノメーターの精度を出せるんですけれども、はいはいはい、でも1のこれは、うん、オタク向けの話になっちゃうんですけど、はい、その環球芯っていうその、はい、ヒゲゼンマイの長さを調整する部品が、うん、トリオビスっていう、はい、すっごい通好みのやつが乗ってる、通好みのやつが乗ってる、トリオビスが乗ってる、まあ、その名の通りトリオビス、そうビスで調整していく、はいはいはい、精度調整していくっていう、はい、その高級機向けのその仕組みが乗ってる、うん、それがついてる、特殊なんですね。で別にトリオビスついててもついてなくても関係ないんですけれども、うん、はいはい、でも多分ユニタスでトリオビス乗せてるのって多分昔はあったかもしれないけれど、はい、今は多分あんまりだからやる意味がないってことですよねきっと。でもまあ精度はね出しやすいって言われていて、精度は出しやすい、だからそれをあえてロービートで乗せてる、なぜやるのってい う, そうことですよね。だそういう意味でその、はい、トラベルセトロはすごくいい、はい、でしかも見やすいですよ。そうこれ見やすいんですよ、そう軽いし、そう直径43ミリですよね、はい、でかいんですよね。で厚さが10ミリないぐらいじゃないですか、はい、で、うん、レフティにすると、はい、その秒針スモールセコンドが普通は6時位置にあるんですけども、はい、ムーブメント反対にひっくり返すので、そうそう 12時位置に来るので、12時にあるんですよね。これがねいいんです、これが2なんですよ。そう分かります、これがいいんです。パッと見たら秒が動いてるのが分かる。すでについてこれてない視聴者の方がたくさんいる、すいません、あのそういうちょっとオタクっぽい話な全然、まあ、こういう感じでね、はい、なってますけど、なってますと、まあいい素敵な選択だ、はい、まあ、いい時計です、はい、はい、本当に。でもまあ時計選び、はい、すごく難しいんですけども、はい、でも団長と同じで基本的に最初はデザインとかでいいと思うんですよ、ブランドとか。そうですよ ね、はい、他見るとこがないじゃないですか。ないです、難しいです。で別にムーブメントとか真面目な話あんまどうでもいいっちゃ、うん、ムーブメントから入る人ってすごいなと思うんですよね。ね、はい、ねそうです、だってそっち側でしょ。いやでもそうでもないっすよ。本当ですか、はい、確かにあんまあの、ね、ちゃんとしたものだと嬉しいですけれど、はい、でも基本的にデザインとかブランドとか、うん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 、あるいはそのストーリーみたいなものが良ければすごくこうまずグッとくるじゃないですか、はい、その次どうするかっていうと、うん、実際に腕に置いてみるんですよ。ここにね、そうここに置いてみる、はい、はいはいはい、置いてみる、うん、で結構難しいのは、例えばじゃあその人がちょっと10本とか20本持ってたら、はい、うん、別に装着感そんなに悪くても問題ないんですよ、うん、そうですね、なんかそう、はい、月に1回会うガールフレンドみたいなもんじゃないですか。そう、我慢すりゃいいじゃないですか、はい、いいとこしか見えないじゃないですか、はいはい、だけど毎日付き合うってなると、うん、じゃ意外と装着感つけ心地って大事なんですよね、うん、だから最終的にその上がり時計って何なんだ、うん、上がり時計って要は最終的に残る時計ですよね。そうですね、はい、それで何なんだってよく話はされるんですけれども、うん、例えばじゃあ家の玄関の時にところに時計じゃ何本か並べてる、はい、5本とか並べといて、なんとなくひょっと取ってしまうような時計、うんうんうん、ついつけてしまう、そう、はい、そういう時計がその人にとっての、うん、まあ、上がり時計って感じをすごくするんです。あ、その上がり時計の発想面白いですね、うん、いいですね。なんか上がり時計っていうと本気で買った1本もうじゃないですか、これで一生終わりみたいな、もう時計買わないみたいな、でしょ、それのイメージでしたけど、もうちょっとライトでいいってことですね。全然ライトでいいですよ。 だって僕、はい、今まで結構その上がり時計と思って買ってきた時計ってまあまああるんですけれども、うん、はい、テイストってどんどん変わっていくんですよ。結局上がれないんですよ。上がれない、上がれない、上がれないです。あるあるですけど、あるあるですよ ねテイストって変わるから上がれないじゃないですか、はい、うん、だけど付け心地がいいものとかっていうのは、うんうん、まあ、最終的に残るかなと。まあ確かにそれはそうかもしれない、ずっと残りますね、じゃないですか、いいやつは。だからその、うん、例えばパテックフィリップのノーチラス、はい、まあ、傑作って言われてますけども、はい、まあ、昔はあれなんだこれやって思ったんですよ、はい、スタイル謎だし、うんうん、まあ、ゴルフするおっさんがつけてる時計って元々そうじゃないですか、はい、元々そうです、まあ、ロイヤルオークとかもそうですけど、はい、まあ、つけてみると、はい、まあ、納得するんですよ、うん、まあ、これしょうがないなみたいな、うん、確かになっていう感じなんですね。じゃないですか、はい、だからつけた感じで、まあ、なんとなくしっくりくるものを選ぶってやっておくと、はい、まあ僕はいいんじゃないかな。なるほど。でやっぱりつけ心地っていうの でも正解が自分の中でないと選べないですよね。やっぱりそれには試着っていうのは結構たくさんした方がいいと思うんですよね。
だ装着感って結構難しくて、はいはい、まあクロノス今回の新しい号でもこれ、はいこね、インプレッションズっていう形で時計8本のインプレッションやってるんですけれども、はいまあ、装着感に関しても書いたんですけども、うん、でもつけ心地って真面目な話3日つけたら大体慣れるんですよ、うんなるほど。そうそう、身も蓋もないけど慣れの問題、はいはいはい、なんですよ、はい、意外とそれはある。うーん今見てる皆さんの中でも、はい、この時計ちょっとつけ心地どうなのっていう思う時計あるかもしれないけど、うん、とりあえず3日つけたら意外と馴染む、はい、なるほど3日つけてなお馴染まないやつはやっぱ違うかなっていうのは正直ある、はいうんあね、でも3日は確かにそのキーワードとしてすごい大事だなと思いますね。で試着じゃ分からないレベルですよ ね、 ね。そうですね。ただまあ何回もつけていくとまあなんとなくそれは分かってくる。結構いっぱい持ってると余計分かりますよ ね、 じゃないですか。あの時計のここがダメだけどこの時計はここがいいみたいな、そうだんだん分かってくるじゃないですか。あとまあテイストで言うとつけ心地って、はいその人の好きなつけ心地って全然違うんですよ、はいはい、団長どんなつけ心地が好きです？私ですか、うん、どんなつけ心地、うん、難しいこと言いますね。そうでも私この手首の骨とここの間に時計置くんですけど、うんはいはい、ここに収まっててくれるやつが最低限の条件です。であとここに隙間が開かないやつ。あはい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 、はい、っていうことはラグがあんまり出てなくて、そうあんまり出てなくて幅が 5.4 なんでまあ5センチ超えてくるとちょっと苦しいかなっていう感じになってきます。で裏がピタッとこう、はい、フラットね。そうですフラットの方が好きですね。はい。でなんか人によってはじゃあ重い時計を、はい、その柔らかいストラップで厚いストラップでガチガチに巻くのが好きって人もいるんですよ。ああなるほどなるほど、分からんでもないです。でじゃないですか。はい。あとじゃあパテックフィリップのノーチラスみたいな、はい、あれはつけ心地本当にいいんですけれども、うんうんうん、あのクタッとしたブレスレットを緩くつけてこう、はい、シャラシャラさせるの好きって人もいる、はいはい、昔のロレックスとかねシャラシャラつけてる人あれはね実はいいんですよ、はい、レイトジャストとかね。そう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 いますよね。90年代頃までのやつだったらああいう感じは楽しめますよね、はい、だその人の好みのテイストって、はいはい、まあ、ある程度触って見ないと出来上がってこない部分ってあるなって思ってて、はい、なるほど。だからいきなりねじゃあ例えばパテックフィリップのノーチラスがいいからって言って買っても、うんうん、いやって感じですね。そうあなたに合うかどうかは分からない。もちろん時計としてはすごいですけれども、うん、ただそれが毎日使うものとして残るのかってなったら、うんはいはい、じゃあ意外となんか90年頃のロレックスのデートジャスト、うんまあ、キャリバー3000系入りぐらいのプラフーボンとかの軽いやつとかでもシャラシャラつけてもいいんじゃないとか、うんうんそうですね、うん、あのシャラシャラが逆に嫌だっていう人も多分いるじゃないですか。いますよね。だそれも完全に好みなんですよね、はいはい、ただまあつけ心地がいいものを一つ選ぶっていうのは大事かな、うん、なるほど。これ本数増えたコレクターになるとまた別なんですよ。コレクターになるとそうですね、じゃないですか。割とどうでもよくなってくる、ね、どうでもよくなるじゃないですか、はい、面白きゃ買う。そう面白きゃ買う。デザイン良かったら買う。そうそうそう、今までにないものが欲しくなるじゃないですか、うん、人と違うものが欲しくなるじゃないですか、はい、になってくると、うん、意外とそのつけ心地の良いものは残るかなと、うん、なるほど、そういう感じなんですね、はい、確かにそれはね一つポイントかなって思います。すごい大事だと思いますねつけ心地。あとねもう一つつけ心地で言っとくと、うん、例えばまあ今これチューダーのペラゴスつけてますけども、うんはいはい、時計の頭の部分ヘッドって言うんですけど、うん、ヘッドとテールブレスレットもテールお尻って言うんですけど、はいはい、ここの重さのバランスが取れてるものはいいんですよ、うん、厚くても意外とつけられるんですよね。それそうそうそう、バックルの重さ重要ですよね。すごい大事ですよ。めちゃくちゃ分かります。じゃないですか、はい、だから日産の GTR って車あるじゃないですか、はいはい、大きくて重いじゃないですか、はい、だけどあれって、うん、頭と前輪と後輪の重量バランスが 50-50 に近づけると、うん、こうなりにこうスルッと回るじゃないですか、はいはいはい、でも軽くても頭だけ重かったら、うんね、コーナリング腕振るとブンブンしてるじゃないですか。つ、ね、け心地のいい時計をもしいい悪いで選ぶとするならば、うん、ヘッドとテールのバランスが取れてるもの、はいはいはい、だからブレス時計がすごく分厚いのに、うん、ブレスレットが極端に薄いものとかは、うん、そのコーナリングの時にこうなりますよね。そうそう、だから、まあ、我々もよく動画で言うんですけど、サイズ、うん、ケース径で44、うん、だから大きい、いやいやいやって感じですよ。そうそうそう、数字に惑わされるな。そうだそうなんです、絶対そうですよ。絶対間違っちゃいけないな。それでパネライとかもびっくりするじゃないですか、つけてみると。そう、サブマーシブルとかめちゃくちゃ大きいけど、うん、47とかでも収まりめちゃくちゃいいですよね。いいですよね。あれはやっぱりね、そのヘッドが大きくても重くても、うんね、テールの部分を、うんまあ、バランス取るようにしてやる、はいはいはい、あとストラップにしてもやっぱり柔らかいもので分厚かったりとかすると、うん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 、
まあ本当に太いタイヤで柔らかいタイヤ履かせるようなもんだから、コーナリングがいいわけじゃないです。なるほど。それと全く同じ。なるほど。そういうのもブランド の, そのデザイナーさんが考えてます。考えてます。考えてます。明らかに考えてますね。だからそういうテストとかもするんですか。最近ちょっとツイッターでも書いたんですけど、はい、こうブレスレットをこうテーパーしてる、うん、要はそのバックルに向けてこうギュッと絞られてるやつ、ね、あるじゃないですか。こういうのね、ラグスコ系に多いですよね。多いですよね。あれね、やりすぎると、うん、やっぱ頭の重いエンジン乗せて細いタイヤ履かせるようなものだから、はい、それは結構無理がありますよね。ガタガタになるじゃないですか、はい、なります、なります。だそういう感じのものを選ばなければいいなと思っていて、うん、そこら辺頭の中に入れとくと、うん、意外と外れないかな。そうか。じゃあ結構つけ心地まで判断して広田さん自身も買われると。そうですね、まあ、大事ですからね。そうですね、まあ、むしろ一番大事な気がしますね。そう、意外と大事じゃないですか。実用ベースって考えるとね、使えないとってことですもんね。じゃないですか。使わない時計って持ってないんですか。使わない時計はね、あの、はい、壊れてる時計が山ほどあります。めちゃくちゃ気になるんですけど、例えば何があるんですか。今例えば、はい、昔にアガシっていう時計メーカーがあったんです。アガシ聞いたことありますね。はい、まあ、ワールドタイマーとか使ってすごいメーカーですけれども、はい、うん、あそこが一時期ちょっとだけ腕時計作ったんですね、はい、あれの下体を買って、はい、あの部品がないから、うん、多分7年ぐらいかな、うん、修理に預けたまま、うん、まだ修理、はい、7年修理、絶対修理してないですよね、はい、絶対修理してない。部品見つかったら直してあげるよって言われる。部品が見つからない。絶対見つかんないですよね。あ、そういう感じや。はい、なるほど。コレクターとしてはもう単純にその死体集めが好きな、好き、直らない時計を見るのが好きみたいな。そう、いや本当にマニアですね。まあ一応ね、そうですね、でも多分、うん、あの真似していいことは何もない。いや、ないと思いますね。何もないですよ。何もないと思います、本当に。だとしたら、まあ普通に買うんだったら、じゃあ例えばアンティークとかで買うんだったら、じゃあ例えばロレックスの、まあ昔のデイトジャスト、はい、デイトジャスト1575とか、あのあたりですよね、はい、7570系のやつとか、70系ですね、はい、とか買うといいじゃないですか、うん、20とかもいいんですかね。あ、いや、いいです、いいです、いいですよね。2030、はい、70系ぐらいとか買って、うん、置くと、うん、意外とロレックスのアンティークは、はい、スポロレ系は高いけれども、はい、デイトジャストとか、デイトジャストエアキング安いんですよ。安いですよね。安いんですよ。安い。はい。で、狙い目ですよね。狙い目ですよね、うん。ブレスレットとかも意外にこうクタクタだけれども、うん、あれもまたいいわけですよ。あれもね、シャラシャラな感じつければいいってことですね。で、はい。やっぱあれもやっぱヘッドが軽くてブレスレットも軽いから、うん、トータルで見た時のバランスは取れてるんですよね。うん、だからロレックス確かにいいけれども、うん、じゃあその後になるとヘッドは重くなる。はい。で対応してブレスレットも重くなる、はい、そうなってくると時計全体ががっちりしてくる、うん、そうするとブレスレットもちゃんと作んなきゃいけなくなる、はいはいはい、そうするとまたヘッドも重くなるみたいな感じになって、なりますね、結局その繰り返しで、そうなんです、今のスポーツロレックスのでっかいバックルが出来上がったんですよね。そうなんですよね。お袖には辛いんですか。辛い辛い。あのサイズはあのイタチごっこをやってきて、うん、だからバランスとしては比類ないんですけれども、うん、じゃあ装着感としてじゃあその人に合ってるかっていうと、はい、謎ですね、うん、いやシングルバックルがあえていいっていう人もね、スポーツ昔の、ね、いますよね。います、います。だからあれは本当に時計全体として見た時のバランスがすごい取れてる、うん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 、装着感は実はそれこそ一生追求していい課題、はい、うんうん、終わりなき課題、課題、なるほどですね。もう特にその追求してるブランドでいうとやっぱり実用ブランドだと思うんですけど、はい、まあ、ロレックス一等に、はい、あとどこになるんですか。ブランドとしてですか。ブランドとして装着感の追求をしているところ、ぶっちゃけの話言うと、うん、時計メーカーが装着感いいようになってるのって、うん、多分ね、本当この10年ぐらいですよ。あ、そうなんですか、はい、10年だから今2022年2010年代ぐらい入ってから装着感うんぬん言い出した、言い出した。あ、そうなんだ。そんな感じですよ、真面目な話。そうなんですね、うん、じゃあ遡っていいですか。もちろん。その前は何だったんですか。2000年代、まあ、得た問題ですかね。そう、得た問題もあって、ムーブメントを自分のところで作る、はい、で自社製ムーブメントも作る、はい、じゃあその余力も買って、じゃあ次ケースを良くする、うん、はいはいはい、ケース良くする、確かに それありますね。ね、2000年代はすごいケースを良くする時代だったんです、はい、そうですね、確かに2007年ぐらいからレベル層も良くなったんですね。良くなりましたじゃないですか、明らかに、うん、でその後の余性を買ってブレスレットも良くするよって話になったんですけども、うん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 、ただ10年前のスイスの時計メーカーとかってブレスレット作るノウハウなかったんですよ、はい、そうなんですか、はい、一応作ってはいたんですよ、はい、いたけどもあんまりね集中してなかった。やっぱりムーブと側とケースと、そうそうそう、
はい、昔だからオメガのインプレッションにあった時に、はい、まあ、オメガの人たちに、はい、この時計の重さは 178g でヘッドが重いんじゃないんですかって言ったら、はいはい、そんなこと気にするのかって言われたんですよ。いや気にするだろうってそうそうそうなるじゃないですかすごいなじゃないですか、はい、まあ、今でこそ違うけど例えば昔のフランクミラーのブレスレットとかもバラバラになったわけですよ、はいはい、重さで。あ、よく聞きますそれ、うん、はい、今すごい良くなりましたよ、はいはいはい、昔のフランクよくバラバラになるって聞きますよ。そう、はい、だからそれだったんですね。そう、やっぱりいいものを作ってたけど、うん、やっぱノウハウなかったんですよね。でボーム&メルシェの社長が来日した時に、はい、アジアでどうやれば売れるんですかって聞かれた時に、うんうんうん、ブレスレットつけたら売れるよと言ったら、はい、よくそんなの考えてないみたいなこと言われたんですよ、装着感実はあんまり考えてなかった。そうなんですね、うん、じゃあ実用とは何ぞやが分かってなかったわけですか。まあヨーロッパの人たちって基本的にまあ薄い時計使って、うん、レザーストラップ使ってるから装着感ってあんまり関係ない。スポーツ系の時計が強くなかったっていう感じなんですね。ブレスレットもノウハウなかったですよね。うーん、ただねアップルウォッチの出現大きかったと思います。あ、なるほど、そうなんだ、うん、アップルウォッチ僕も愛用してますけど、はいはい、考え方としてもう腕から外しちゃダメなんです、ウェアラブルになったわけですね、はい、バイタルデータ取るために、うん、になってくると装着感あれすっごいよく考えてる、うん、あれはマーク・ニューソンですよね、デザインね。そうです、そうです、基本のところは彼、あれすごいですよね。だから、まあ、マーク・ニューソンの、まあ、考えてる、はい、そのつけ心地とは何ぞやみたいなものがすごく反映されてる、うんうん、であれが出たおかげで、はい、スイスの時計メーカーも、はい、いやちょっとちゃんとしなきゃみたいな感じになって、そうなんだ、うん、が、まあ、2000年代ぐらい、そうです半ばぐらいに入ってから、じゃあこれ結構先駆けてやってたジェラルド・ジェンタはすごい、すごいってことなんですね。そう、すごい、あの時代にノーチラスを生み出したっていうのはもうやばい、やばい、だいぶ先行ってた、だいぶ先、半世紀先行ってた、先行ってた、そういうことなんだ。そう、なるほど。僕ジェラルド・ジェンタさんは僕多分ね、はい、オフィシャルで最後にインタビューやったのは僕なんですよ。あ、そうなんですか、はい、いやもう何回読んだか分かんないですよ、ウェブクロの。そう、はい、やっぱり彼が強調してたのは、うん、まあ、ジェラルド・ジェンタってまあ皆さんもご存知の通り、はい、ノーチラス作ったりロイヤルオーク作ったりのデザイナーですけど、はいはい、ね、時計は引っかかっちゃダメなんだ。いやね、そうですよね。ソフトでエルゴノミックっていう話言ってたじゃないですか。言ってましたじゃないですか、うん、だからもともとジュエリーデザイナーだから、うん、そう、そうですよね、つけた時の違和感があっちゃダメっていうのがあって、はいはいはい、そこ圧倒的に早かった。へえ、いやだって70年代ですもんね。そう、その今手前で話してた2000年代の話をして、ブレスレットまだ全然ダメだったみたいな話をしてたのに、70年代にそれをクリアしちゃった。そう、クリアしちゃった。すごいですね。だ意外とだから、はい、あのジェンタの後に出てきた70年代80年代ぐらいの薄いクォーツウォッチは装着感いいもの多いんですよ、はいはい、あ、なるほど。あの私ヨルグイゼックのエントラータ持ってます、はいはい、あ、クレドールの、クレドールの大傑作ですよ。めちゃくちゃつけやすいです。あれあれは最高傑作だと思う、クレドールの。つけてるの忘れますよね、あれすごいです。であれはね、成功はね、うん、やったらもう一度作ったらいいんじゃないですか。いや絶対作ったら、言ったらけどもコストがかかりすぎてくるよ。そうなんや、あれでも細かいですよね、そうデザインが。すごい、筋肉とはいえ、エントラータはすごい、すごいです、あれ本当に。であの頃の時計って結局ムーブメントも薄いわけですよ、クォーツだから、はい、意外とねおすすめなのが、うん、1978年にカルティエがリリースしたサントスのクォーツがあるんですけれども、はいはいはい、サントスガルベ、はいはい、ガルベ、あれはね、はい、いい、あれがいい、あれはいい、そうなんだ、いい、ファン多いですよね。そう、多いです、うん、もちろん今のサントスもいいんですけれども、はい、あのパッケージはもともとガルベの頃にできてた、うん、だからそのさっきブレスレット時計とブレスレットの重さのバランスがいいって言いましたけれども、はいはいはい、あれと同じ。ただ自社製ムーブメント万歳とかになると、うん、ムーブメント厚くなるわけですよ、うん、そうなんですよ。ノウハウがないからみんな厚くする、そうそうそうみんなしょうがないですよね。しょうがない、しょうがない、しょうがない、薄くできないですよね。薄くできない、ジャガールクルトぐらいですよね。ジャガールクルトぐらい薄くできたの、うん、みんな厚くする本当になるとバランスが悪化するわけですよ、うん、でとりあえずじゃあブレスレットも厚くすればいいってなるけれども、はい、ノウハウがないからばらけるわけですよ、うん、なるほどじゃんじゃんばらけるわけですじゃんじゃんばらけてた時代がちょっと見てみたいですね。そう、昔でもブレスレット真面目に作ってたのって IWC ぐらいじゃないですか、ね、ああそうなんだ、うん、IWC 今でこそそんなにベルトのイメージ、メタルベルトのイメージないですけど、ね、いやでも傑出してましたね90年代。そうなんだ、意外とだから90年代ぐらいの IWC のマーク15とか、はいはい、まあね、マニアの人はね、ジャガールクルト入りの12とか好きですけれども、そんな時代があったんですか、うん、ジャガールクルト入りだった時代があったんですよ、パイロットウォッチ
全然丈夫そうに聞こえないんですけど。いやね、あのね、いいけどちゃんと整備しないと巻かないんですよ。なるほど。自動向け巻かない。15の方が個人的には好きです。で、まあ、じゃあ、はい、IWC はだから、すごくいいブレスレットは作ってましたけど、まあ、例外ですね。そうなんですね。でも、さときジェンタは偉大だった。うん、なるほど。ただ、高い。あの時代でもベアボーの値段でしたもんね。そうです、そうです。ステンでやっちゃったからさ、そうなんですよね。で、今って、例えばじゃあ、うん、ステンレスって切削、はい、削って作るから、はい、わりかしいろんな形が作れるわけですよ、うん、だけどあの頃って基本的にステンをプレスでガチャンって抜いて、はいはい、でそれをこう形にしていくんですけども、うん、プレスで抜くから基本的に平たいものは作れるけれども、うん、立体的に成形できないんですよ。そうすると、はい、ノーチラスとかロイヤルオークみたいなこんな形したやつは、はい、職人が手で削るしかなくて、うん、ベラボーにコストがかかる。しかも金より全然硬いわけですよ。それでも妥協しなかったわけですよね、うん、ジェンタは。そうなんですよね。ねえ、だそこはすごい。時計作りすごかったんですね。そうなんですよね。まあ、でも本当にそれはクォーツショックがあったから、まあ、だからジェラルド・ジェンタ、そう70年代後半にそのスイスの時計専門誌に、うん、これからはデザインの時代だって言ったんですよね、うんうんうん、はい、でまさにその通りで、うん、だから機械式時計のリバイバルも、はい、あれもデザインの一環なんですよ。はいはいはい。でクォーツと機械式時計の違いって、うんうん、団長何だと思います？トルクですか？あ、そう、もうありがとうございます。もう言うことございます。その通りです。はい、ですよね。はい、トルクです。太い針詰めないイメージです。その通りです、はい、団長さすがです。ありがとうございます。クォーツ時計、機械式時計いろいろあって、まあ、メリット、はい、デメリットありますけど、はい、機械式時計ってクォーツに比べて、うん、いや力が強い。強いですよね、ゼンマイ。そうです、はい、まあ、クォーツエコかプリウスとしたら、うん、まあ、機械式時計アメ車みたいなもので、うんうん、エネルギーを短期間の間にバッと使ってしまう、はい、だけど針太いの回せるじゃないですか、うん、そうですよね。そうするとデザインの幅が広がる、うん、だからね、80年代に最初に機械式時計が復活した時って一番最初にできたのって、はい、まずクロノグラフ、うん、あ、ですよね。あの時代クロノマットが84年復活ですよね。そうです、そうです、そう、はい、あとトリプルカレンダームーンフェイズ。ああ、なるほど、トリカレムーンフェーズ。そう、結構重いのばっかりだ。そうなんですよ、はいはい、だから重い力でぐんぐん回せるのが、はいはい、クォーツにはできないってことで、うんうんうん、結構いろんなメーカーが注目した。なるほど。で、あの時代にルイジ・マカルンソがやろうぜみたいな話だったりとか。あ、そうそう、そうなんです、そうなんです、そうなんです。あの時代にそれに目をつけた人たち本当すごいですね。デザインの人たちばっかりなんです、ね、そうなんですね。だからマカルンソさんにしてもレーサーですもんね、元々ね。そうで、彼はそのクロノマットのプロジェクトに携わりましたけども、うん、それでもね、ハミルトンのカーキあるじゃないですか、はいはい、僕すごい大好きなんですけど、はい、あれもやろうぜって言ったのはマカルーソさん、うん、あ、そうなんですか。すごいんですね、あの人。そう、まあ、こんなのイタリアで売れるからさ、やろうぜって言って、はいはいはい、ハミルトンのカーキ、今でこそね、はいはい、なんかこうバシバシ売れてますけども、うん、最初にイタリア市場に持ってってやろうって言ったのは彼。あ、そうなんだ、うん、面白いですね。そう、みんなデザインのベースで考えて、はいはい、じゃあなんとなくいろんなことができる機械式いいよねってことで、うんうん、みんな機械式を選ぶようになったっていうのが基本。へー。それはジェンタさんは、まあ、だから70年代の終わりぐらいに、はいはいはい、デザインの時代だよっていうのをはっきり、うん、はっきり言ったもん、見てて言った、うん、でその延長で80年代今度は機械とデザインとになったって。なるほど、めちゃくちゃ面白いんですけど。いや、そんなお宅の話ごめんなさいね、本当こんな話ですいません。一生一生聞けますよね、これ。そう、ただね、80年代に入って、はいはい、結局当時ってムーブメントの種類がないわけですよ、はい、今でこそいろんなメーカーが自社製ムーブメントとか作ってますけど、うんうん、ないわけですよ、うんうん、なってくると当時使えるムーブメントってエタの7750、はい、クロノグラフ、クロノグラフですね。あとエタの2892、はい、あとはエタの2824系っていうちょっと安めの自動巻きがあるんですけども、うんうん、はいはい、熱いんですよ。2892は別ですけれど、薄いですね、あれはね、はい、で、うん、例えばそうなってくると時計のデザインって変わるんですよ、うんうんうん、で昔はムーブメントも薄かったりして、はい、手巻きが多かったから、はい、で風防もプラスチックなだけですよ。あ、そうですね、プラスチックの風防だとこういう形が作られますよね、はい、うん、で70年代ぐらいにサファイアクリスタル製の風防ができてきた、うん、まあ、今当たり前になったし、はいはい、今団長がつけてるそのトラベルセットもそうですよね。そうですね。そうするとサファイアの風防って硬いから、はい、基本的に平たいしか切れないわけですよ、はい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 、でこれは、ね、こうはできないと、できない、うん、でこの話はちょっと面白い雑談があるんですけども、うん、ハネライがね372っていうモデル出したんですね、はい、
もう今ディスコになっちゃったんですけど、最初のモデルプラフーボがついてたんですよ、はい、1950の372っていうやつで、はい、もう個人的に好きで前持ってたんですけども、最初のモデルプラフーボだったんですよ、そうなんだ、はいはい、でプラフーボでこうドームになってんですよ、まあ、お宅はプラフーボ大好きだから、やったーって喜んで社長のボナーティさんに聞いたんですよ、なんでプラフーボなんですかって聞いたら、はい、サファイアクリスタルを立体的に成形するとコストが5倍かかるって、うわだからプラにしたって言ってた。なるほど、そう、まあ、あの時代そうか、ボナーティですね、そうですね、アンジェロボナーティの時代ですね、はい、だからサファイア風防ってこうドーム状に成形するのが難しかった、だから基本的に平たくなるわけですよ、はい、でムーブメントもこう分厚くなるじゃないですか、昔はムーブメント分厚くても風防こうしたらごまかせる、ケース横絞れたじゃないですか、そうですね、そうか、サファイアだと板だから、そうになってくると、まあ、そう板になると、じゃあどうすんのかってなってくると、いろんな時計メーカーはケースサイドの工夫を凝らすようになるんですよね、厚みが増すじゃないですか、でごまかすしかないんですよ、じゃあそうなってくるとケースの横のデザインを考えるようになる。なるほど。1990年代のデカーツブームの頃とか、2000年代にも入ってからかな、ああそういう感じ、そう、はいはい、これで一番うまくいったのが、ウーブロのビッグバン、ビッグバンですね、そうサンドイッチにして、ですか、あのサンドイッチもね、はい、別にね、ビバーさんから聞いたわけじゃないですけれども、あれ風防がこう平たい、平たいですね、ムーブメントも分厚い、まあ7750系使ってた、そうなってくるとこうサンドイッチにして、ね、こうしたわけですね、ケースをね、そうです、そうです、こうしたわけですよ、したわけです、こういうふうになったわけですよ、ね、はいはい、そう、だそれがまあ90年代から2000年ぐらいのデザイン、だ初期のフランクミラーもやっぱりムーブメントが厚い、はい、で風防もフラットだから、横の側面をこうブレゲ風のコインエッジにして立体感を出して、はい、ラウンド時代、そうです、そうです、あ、なるほど、今はその点、はいはい、ここのドーム状のサファイア風防を作りやすくなったので、そうなってくるとキュッとミドルケースを薄くできる、薄くできるじゃないですか、はい、そうするとデザインの幅が広がってくる、また逆の言い方をすると、まあ、昔の時計にデザインが近くなった、復刻版作りやすくなった理由はそこです、あ、そういうことで復刻ブームでもあるのか、あるサファイアの風防 が丸くなった、はいはいはい、ありがとうって、なるほど、最近復刻めちゃくちゃ多いなとは思ってます、多いですよね、はい、そういう裏話があるんですね、裏話、めちゃくちゃ面白いな、サファイアの風防昔は平たくしか作れなかったから、はいはいはい、時計は厚くなるんだけども、これが立体的に作れれば、ケースも絞れる、なるほど、だからその最初まあ機械式時計は復刻ってか、まあ、デザインって面で復刻、まあ、使われるようになってきて、はい、だけどもやっぱムーブメントが厚いところの制約があって、まあ、それがデザインを進化させた、だからまあそれがまあ今自社製ムーブメントも多少薄くなって、はい、こういう立体的な風防も使えるようになって、まあまあ意外と時計としての完成度はまあ上がってきた、まあ、ただ値段は上がっちゃいましたけど、まあそうですよね、それはもうコストはしょうがない部分ではあると思いますね、結局デザインベースでマニュファクチュールとかも得た問題があってやらなきゃいけなかったかもしれないけど、まあ、どうせやるならっていう感じもあったわけですよね、きっとね、そうなんですよね、得たのジェネリック作っててもしょうがないよなと、自社でやるわけだし、デザインとにかく求めていこうじゃないかみたいな、そうです、力のあったブランドがどんどんやっていった、まあ、その中でペリフェラルローターとかもねきっと生まれてきたんだと思います、ね、そうなんです、そうなんですよね、だからその2000年頃に最初に出た自社製ムーブメントって、とりあえずエタとかジャガールクルトのまあ大体、はい、似てますよね、そう、はい、まあ、代わりだったら良かったわけですよ、だから最初まず作ってみましたみたいな、はいはい、だけどエタみたいにはいかなかったんですよ、エタってなんでいいかっていうと、部品をねプレスでバンバン抜くんですよ、はい、でプレスでバンバン抜くから、結局その繰り返し精度っていうんですけど、同じ部品を正確にどんどんいくつも作るんですよ、はいはいはい、でエタってその技術がすごくいいから、7750とかもあんなに性能いいのに安いんですよ、安いですね、安いあれめちゃくちゃ安いですね、安い、はい、で7750本当不当に安い、不当に安い、不当に安いだから機械式クロノグラフがまあこんだけ普及したおかげはまあエタがプレスの技術を持っていたから、でそれでまあすごく安く作れた、だけどそういったそのプレスで作るっていう技術をね、スイスの時計業界ってもう70年代頃にみんなやめちゃったんですね、あ、そうなんですね、でそうなってくると自社製ムーブメントを作るにあたって、もう切削削って作るわけですよ、そうするとその少量生産を抜くんですよね、そうですね、だからプレスみたいにこうガッチャンガッチャンって作るわけじゃないから、大量生産でコスト下げるってできないわけですよ、そうなってくると自社製ムーブメントをしたところは、
値段が上がる上がる同じそうですね上がるそう金太郎麺みたいにバンバン作ってたやつがもう一個一個削るみたいになるじゃないですか、はいはいはいうんそう値段が上がっちゃうんですよ。そうですよね。ただそのおかげで、うん、じゃあムーブメントも作れたらケースも作れんじゃんみたいな感じで外装良くなったのは事実なんです、うん、なるほどなるほど。いや得た問題良かったんですかね結果。どっちとも言えないですけどね。でもケニシーが登場したりとか結構いろいろ。あ、そうですそうです。その後ね、そうですね。セリタが登場したり。そうですね。まあ、セリタもともといたんでしょうけど。そうですね。目立ってきたソプロードとか。エタの変わるムーブメントメーカーが出てきたっていうのは確かにありますよね。はいうんまあ、ここら辺のメーカーはまあプレスの技術があったので意外といける、うん、ケニッシュもそうじゃないかな確か、うん、いけるんですよね。なるほど。だからまあ安くて良いものができてきてる、はい、けどエタみたいにはいかない。なるほど。中国どうなんですかシーガルとか。あいいですよ。いいんですか。悪くないですけど、はい、でもやっぱね自動巻きとかはね、うん、ちょっと弱いか。ちょっと弱い。弱い。それは巻き上げ効率の話。あとやっぱ部品が多分ね、うん、そのスイスメーカーほど硬くできなかったりとか。あそういう素材ですか、うん、っていうのはまだあるかなって思うんですよね。そこはまだ正直あるかなっていうのは、はい、結構ねデザインベースで今売れてる中華ムーブ積んでるいっぱいありますよね。多いですよね。いっぱいありますよね。バルチックとかね。ね全然いいと思うんですよね、はい、で多分そこそこいいとこまでは来てると思うんですけれど、はい、でスイスのメーカーとも業務提携してるところあるんですけれど、すごいですねそれ。だったら肝心な部分はスイスメーカーは中国に出してないです、はい、あなるほど。やっぱ大事なところは自分たちじゃないとできない。できない。出してないってのがあって、だもちろん素晴らしいものいっぱい出てきますけども、はいはいはい、もうちょっと時間かかるかなっていう感じ。なるほど。昔に比べて全然いいですけどね。うん、本当良くなりましたけどね。そうなんですね、うん、いやなんかでもどんどん今進化して、これねちょっとこの話をしたかったわけです。あ、はい、あムーブメントブック、あ、はいね、ここにも載ってるムーブメントたくさんありますけど。あります、はい、これ選んだ基準って どんな感じですか。これちなみにあのクロノスの定期購読をするとこの間までもらえた。そう、この間までもらえました。この間までです。もらえました、まあ、一応でもこれ見てくださってる方にはちょっと特典があるかもしれません。あ、楽しみにしてます。そうです、はい。まあ、今ある、うん、まあ、いろんなメーカーのムーブメントがまあ大体わかるよっていう感じで載せてるんですけれども、まあいろいろ政治的な理由でね、あのうちは載せないっていうメーカーもいろいろあるのですまあまあそれはあるでしょうね。そこら辺はあの、はい、ぜひ皆さんあのページをめくりながら、うん、ここは政治的な都合でって見ていただければ、ね、だから今こうやって眺めてこれだけ眺めるとへーで終わっちゃうんですけど、今の製造技術の流れだったりとか素材の作り方みたいな流れとかって分かっていくと、はい、そこからここにたどり着いたのかっていうのが、うん、そうなんですよ。しかもそれぞれのブランドでやり方とか方向性が全く違ってくるじゃないですか。ここまで来れたのってその流れ歴史があってそうですね、こそなんだなっていうのが今改めて聞いてて分かりました。まあいろんな種類のものはね出てますけど、うん、まあ大体ここに載せたものはまあ大体ちゃんとしたものが基本的に多いです。うんうんうん。でもそれこそエタとか載ってるんですよね。載ってます載ってます。ちゃんとエタとかも一応フォローはしてます、はい。そうですね、はい、SW とか載ってますよね。載ってます載ってます。ですね、まあ、これを一通り見ていただけると、はい、中身に関しては一通り語れるかなみたいな感じにはなってます、うん、いやムーブメントでもね何でもいいんですよ正直なところ真面目な話結構いい。いやまあでもそう思います本当にじゃないですか、うん、結局正解がないというか。ないじゃないですか。あの、ね、完成というか完璧がないというか、なんていうんですかね、100点がないじゃないですか。ないです。結局自分でどう判断するかだけだと思うので、はい、自分が欲しい時計だったりとかブランドが言うコンセプトっていうところからどれだけ連れてないかっていうだけの話だと思うので、まあ、っていうとそのブランドのコンセプトっていうところは、まあ、私は調べるんですけど、まあ、ぜひ皆さんも調べていただきたい。で合ってるかどうかっていうのを商品を見て確かめていただきたいっていうのもあるし、あと自分の中での正解ですよね、うん、どういうムーブメントがいいのか。でムーブメントっていうと硬いんですけど、どういうデザインがいいのか。そうですね、そのデザインっていうのは表で出てきているものなので、実はその裏にムーブメントっていうのがあって表に出てきている。そうです、そうなんですよね、はい、だからまあ基本的に時計ってムーブメントエンジンがあって、はい、まあ、その側をまあケースでくるんでるわけですけども、うん、僕時計でアラマ欲しければってこうあってほしいのは、うん、あのね中身の詰まった肉まんであってほしいわけですよ。中身の詰まった肉まん。そう。なるほど。結構その具がパンパンに入ってる時計を見ると嬉しくなる、はいはいはい、なるほどわけですよ。そうなん、はい、それはケースキワキワまでってことですか。あの結構そのムーブメントケースに対してムーブメントのサイズが適切な感じのもの、はいはい、適切な感じ。スペーサーとか入れてなくて、まあ別に入っててもいいんですけれども、あ、目的があればってことですね。そう、ちゃんと入ってれば全然いいなと思ってて、はい、そういうものはやっぱちゃんとした時計が多いですね、うんうんうん、って個人的には思います。もちろん今自動巻きだからわりかし小さなムーブメント入れても全然収まるんですけれども、うんうん、まあ、原理主義的に言うと
まあ、できれば具の詰まった肉まん、具の詰まった肉まん、肉まんだとすごくいいかなみたいな、まあ、そうですね、で大体そうですね。だから、はい、ケースのサイズに対して、まあ、裏蓋ねじ込みとか考えると、はい、じゃあ例えば1センチぐらい左右、まあ、5ミリ5ミリぐらい幅を持たせて置いたりとかすると意外といいかなって。大体ね、今団長がつけてるそのトラベルセトロですけども、はい、多分ムーブメントの直径が多分 36.6 ミリかな。結構これギリギリまでありますよね。はい、36.6 ミリで、はい、ケースが43、2か3じゃないですか、はい、43ですね、じゃないですか、はい、って考えると結構ギリギリまで詰まってる、うん、ギリギリね、防水ケースに収めてそこまでギリギリいく、うん、結構具が詰まった、詰まった、ね、肉まん状態、なるほど、なんですよね。そうか、だから側だけでかくしたりとかは意味がないと。そうですね、まあ、意味がないわけじゃないけ けども、まあ、好みかどうかで言ったらそうではない、そうではない。だから、まあ、あとまあもう一つそのムーブメントでもし時計選ぶとしたら、はい、ポイントいくつかあるんですけども、はい、その普通の人が買うんだったら、はい、真面目に出たばっかりの自社製ムーブメントはやめた方がいい。それは私も思います。じゃないですか、それめちゃくちゃ思うじゃないですか、はい、それはちょっと保証できないよって思います。そうなんですよ、はい、だからもちろんクロノスでは、うん、自社製ムーブメント取り上げてますけれども、はい、こっちの紙版読む人は割と結構買ってる人が多いから、はい、まあ、最初出た自社製ムーブメントは、うん、まあ、まあ不具合出ても OK かなみたいな、まあ、不具合出て水素送りウェルカムだと、ウェルカムみたいな、別にいいやと、そう、うん、むしろ楽しい経験ができる、笑い話になるよみたいな、わかります、じゃないですか、はいはいはい、ある程度熟成されたものがやっぱりいい、うん、そうですね。だ団長とも話してますけど、エタがいいっていう、はい、いや結局エタはね、そこの信用がもう抜群ですよ、ね、じゃないですか、はい、もう枯れまくってるじゃないですか、うん、面白みはないけどいいわけですよ、うん、そうそうなんですよ、そうなんですじゃないですか、はい、あとねやっぱね、慣れてない人は、はい、あんまね薄い時計は買わない方がいいです。あ、それは取り扱い上ですか、はい、ですよね、はい、衝撃とか、衝撃とか、はい、それはそうです ですね、防水と衝撃大事ですよね、大事じゃないですか、最初は。あと時期ですね、時期、確かに今時期怖いですね、大事じゃないですか、うん、で磁石に近づけると機械式時計って壁面ダメになりますけど、はい、やっぱ薄すぎるとダメなんですよね。あ、もうどうにもならんと、ならない、もう物理的に無理ですよ、なら無理、なるほど、熱いと結構で、ね、ごまかせんですよ鉄で覆っちゃえばね、意外と意外といける、ね、意外といけるんですよ、はい、時期から5センチ外すって最低条件だけど、うん、薄いとまあまあやられることがあって、うん、だから最初にだからその慣れてない人が買うんだったら、まあ厚さ1センチぐらい、1センチぐらい、10ミリぐらい、はい、選ぶといいかな、うん、だから僕らの世界でこの薄型時計をチャラッとつけてる人がいたら、うん、はい、あ、こいつは手強いなって思う。いや、わかります、そう、わかります、すごい手強い。昔の手巻きのプラチナのサントスとかつけてると薄いやつ、そう、手強いなと思います、ね、そう、手強さしかないじゃないですか。ないじゃないですか、これ壊さずに使えるのかよみたいな、うん、だから薄型時計持ってるって僕らの世界のステータスなんですよ、はい、なるほど、それって作るのも大変だけど持ってるやつも持っていない、はい、いや、もう所作すごいわけですよね、すごいわけですよ、もうすごいわけですよ、リスペクトしますね、そう、それは、はい、本当に茶人みたいな感じですから、ね、いや本当ですよね、うん、いや、なんかもう私カラトラマ持ってますけど傷だらけですよ、もう、まずですよ、もうね、実用向きなんだと思います、やっぱり、やっぱり、まあ、あんま向いてないですね、だから気を使わないとぶつけちゃうじゃないですか、はい、私右手につけるんですけど、その時は右でスマホを持っちゃいけないぐらいの気持ちでやらないとちょっと時期帯怖いですよね、じゃないですか、はい、だ、いや、薄型時計ってなんかすごくね、はい、僕は大好きなんですけど、うん、僕もだからそんなに使えないですよね、使えないですよね、欲しいんですけどね、そう、はい、まあ、一つありますけどね、薄型時計持ってますけど、うん、まあ、これは傷がつきにくいセラミックなので、ああ、セラミックか、意外と使える、なるほどですね、はいはいはい、だから普通に買うんだったら厚さ1センチ、うん、10ミリ、10ミリ、まあ、11、12ミリぐらいだったらいいかな、うん、まあ、個人的にまあ15超えると普段使いはちょっと厳しくなってくる、なるほど、シャツの袖に、まあ、そうですね、確かに10ミリぐらいで自社ムーブでもやっぱり何年かも出てて、そうですね、熟成されてるもの、そうです、ね、すごくいいと思います、なるほど。今注目でいうとどの辺ですか、エタ以外、エタ以外、ロレックス以外、うーん、まあ、そうだな、まあ、自社ムーブに限定しましょう、限定しますか、限定しましょう、団長どのあたりがいいですか。私は LUC かな。ああ、まあいいっすよね。はい。いい。それはいいっす。いい、はい。96ケースね。ああ、いいっすよね。あの後ろが好きなんですよね。こうラチェットの動きが。あ、はいはいはい。あそこがすごい好きです。あれ、まあ今回のインプレッションでも、はい、クロノスでも、まあ僕テストさせてもらいましたけど、うん、まあ、めっちゃいいっすよ。めっちゃいいですか。めっちゃいい。あそこ独特ですね、この動きがね。動きが。で、自動巻き巻かないかなって思ったけれども、うん、いや意外と巻く。で、精度はすごく出ます。うん、96系のスタイル UC はすごくいいですね、はい、ね、あれいいですよね、でもね、数が作れないんですよでしょうね、あれすごい手が込んでますもんね、
だから社長のショイフレさんと話した時に、はいはい、96系生産性悪いと思うんですけど、うん、どうなんですか、いや別にそれは考えてません、うん、考えてないでしょうねはっきり言ってました、ね、96確かにいい、あとは、カルティエの例えばサントス、うん、新しいやつとかもいいですね、はいはいはい、パワーリザーブちょっと短いんですけど、うん、だけどあれって防水 100m あるし、うん、あれも結構薄いんです、厚さが多分 10mm はないんですよ、うーん、100m 防水があって、あの辺もいいんですね、ブレスレットバラバラになって、はい、パワーリザーブは短いんですけれども、はい、ただそのラチェットの自動巻きで全然巻くし、うん、あとね耐磁性能が実はある、あそうなんだ、うん、カルティエはなんかお上品な会社だからあんまり言わないんですけど、はい、あれ結構ねまあね、うん、棒ガウスぐらいな感じぐらいの耐磁性はあります、うん、あそうなんだ、実はある、あんなに大それたことやらなくてもそうね、サイズプレートとかで覆わなくても覆わなくてもいける、そういう時代ですよね、そう、あとあれはヘッドとテールのバランスがいいから取れたのと、はい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 、あとなんだろうな、あとあれ UN とかどうですか、あ、ユリス、あ、いい118とかいい、いいですよね、いい、すごくいい、トリピュールとかすごくいいです、いいですよね、買おうかなと思ってるぐらいです、本当ですか、うん、私もちょっと欲しいですよ、あれはいいですよ、はい、あれはシリコンのヒゲゼンマイとか乗せてるから、はい、もう何も考えずに使える、そうですよね、あれこそ日常使いですよね、そうだからね、だから割と結構そのドレス系が好きな人だったら、うん、今まあ四天王を挙げるとしたらユリス・ナルダンの、はい、まあ、マリーンのトリピュール、はい、まあ、あとジャガールクルートのマスターコントロール、はい、899ってまあいい機械が乗ってる、はいはいはい、あとまあポルトギーゼの40mm の、 あのスモセコンのスモセコンのやつ、あれもセラミックですよね、あのそうです、あの自動巻きでもセラミックだから、はい、ペラトン式、そう、はい、全然巻く、あれも精度出ます、まあ、あとグランドセイコの白樺、あ白樺のメカの方、メカもスプリングドライブ、どっちもスプリングドライブもいいですか、どっちもいいです、どっちもいいです、スプリングドライブめちゃくちゃ精度出ますけどね、でしょうね、だめっちゃくちゃ出ますよ、10秒って書いてありますよ、いやもっと出ますよすごいっすね、もっと出ます、まあ、これはまあ詳しくは言えないんですけど、はい、もっと出ます、そうなんだ、なるほど、なここら辺は一つありかな、はい、まあ、確かに値段は確かに上がっちゃうんですけれども、はい、だから最初の人が行くにはちょっと高いけれども、うん、あとまあオメガの、うん、C マスターの300とか 300M とか、はい、まあ、やっぱいい選択ですよね、クロノグラフだったらスピードマスター、でも確かに値段は上がっちゃったんですけど、はいはいはい、ただまあ個人的に思うのは、うん、時計って厄介な代物じゃないですか、はい、厄介すぎますね、で持ってると目が超えるじゃないですか、そうそう、だんだんね、だから超えるじゃないですか、はい、でそうすると、はい、これねまた難しいあれなんですけども、うん、自分が思うよりちょっとお金を出して買うと、うんうん、満足度は持続するかな、それ間違いないっすね、じゃないですか、それ間違いないと思う、妥協しない方がいいですね、そうちょっと背伸びぐらいがいいと思います、そうなんですよねちょっと背伸びしとかないと、いや別にこれで押さえとこうってなると、うん、なんか後で目移りするじゃないですか、間違いないですね、じゃないですか、はい、ちょっとプラスすると、うん、幸せな気持ちがかなり長く続く、もちろん手の届く価格帯でもいいものやっぱいろいろあると思うんですけど、はい、ラクロワのアイコンとかもアイコンいいですよね、いいじゃないですか、うん、いいと思います、ノルケインもすごくノルケインもいいですね、バランス取れてるし、はい、そうですね、うん、まあ、あとフォーメックスとかも面白いですし、フォーメックスもいいですね、うん、いいじゃないですか、動くやつね、そう動くやつ、はい、あとまあそうロンジンとかハミルトンとかもやっぱ意外によく、うん、ロンジンもいつも思うんですけど複雑機構でこの値段びっくりしますよ ねムーンフェイズついてて40万って本当みたいな、そうロンジンとかもやっぱねそうなんですよね、はい、スポーツウォッチの作り方ってねロンジンあんまり慣れてないですけど、ね、やっぱ普通のカーベルトついてるやつとか、うんうん、あのドレス系とかはやっぱうめえな、すごいですよね、うん、190周年モデルめちゃくちゃ良かったですね、あれはすごいですよ、めちゃくちゃ良かったです、あれなんか最初見た時に190周年記念モデルって、はいはい、うん、割かしその見返しって部分、はい、そのケースのベゼルから文字盤に関してこう周囲をこう斜めにこう切ってるじゃないですか、はい、うん、あれって結構時計デザイン的に言うと、うん、割かしそこの部分のこう斜めの切りをこう厚く取るって握手、うん、まあ、握手なんですよ、はいはいはい、わりかし結構エレガントじゃない感じ、あ安く見えちゃいますね、そうね、わりかし一昔前のスポーツウォッチが好んだ手法なんですけど、うん、あれはねすごくうまく収めて、あそうなんだ、うん、あれもともとがムーブがちっちゃいからああなってるんですよね、そうですそうです、であとまあもともとオリジナルの作りがそのまま転用してきた感じになってるから、はいはい、あれでもねあの文字盤にドンピシャ合ってる、うーんなるほど、しかも薄い、まあ、デザインもうまいんですね、そうしかもあそこら辺になってくるとね、うん、脱進機とかもシリコンだから、いやもう間違いないじゃないですか、間違いない、もうほぼほぼもう得たでしょ実際作ってるの、そう得たですから間違いないですよね、そういう意味ではその、うん、探せばやっぱりいいものはいろいろあるかな、はい、うん、ただまあ個人的には価格を問わず、うん、ちょっとちょっと頑張る、ちょっと頑張る、なるほど、
と幸せな気持ちが続くのかなと、はい、素晴らしい助言だと思います。すみません、あのそうですね、だからそれは、はい、でもしそれでも辛かったら、うんうん、アンティークに逃げるっていうのもある、はい、アンティークに逃げる逃げるとアンティークの中でも、はい、まあいくつか、はい、例えば今さっき団長がお話したロレックス1570入り、はい、スポロレは諦める、うんうん、諦める、高すぎる高すぎる、諦める、僕も買えない、うん、で300万とかするもんじゃないですか、はい、でも別に同じ機械乗せたデートジャストが、まあ、別に今結構、はい、まあ、そこそこで買えるじゃないですか、めちゃくちゃお買い得ですじゃないですか、はい、で手巻きもありだけども、うん、手巻きはリューズのチューブがダメになってるのが多いからそれを避ければ大丈夫、なるほど、あとまあ IWC の8541の入ったアンティークとか、はい、あとオメガのコンステレーションの550、560、うん、コンステレーション、うん、とかシーマスター、はいはい、10万円台とか20万円ぐらいで買える、あいいですね、そうあそこら辺バリッと直して、はい、いやそれこそジェンタの C ケースとか、あそうそうそう、ね、あの時代ですよね、そう、はい、ジェンタの C ケースも20万出せばすごくいいのか、うん、ね、でお金をちゃんと出して直す、うんうんうん、ケチらず直せば結構、なるほどなるほど、意外と治る、治るで威張れる、威張れる、威張れる、確かにマニア度増しますもん、ね、増します、やっぱ使うとやっぱいい、いい、威張れる大事、大事じゃないですか、間違いないです、あとまあグランドセイコーの61の自動巻きとか、うん、そうですね、あそこら辺キングセイコーの52のキングセイコーとか選んどくと、いや結構いい、うん、へえ、確かにちょっとハードル高そうに見えるけれども、はい、最近まあいいアンティーク屋さん増えてきたから、うん、そういうところでまあ親身に聞いとくといいかな、うん、ヤフオクは僕は結構自称ヤフオクマスターで、はい、地雷ばっかり踏んできたので、はい、あもう失敗しすぎた、そうですこれで本書きたいぐらい、ね、本当にメルカリとヤフオクは素晴らしいのもあるけれども、はい、大多数の人は、はい、安く買うのを夢見て、うんうん、ほぼ死体を引くみたいな、なるほどそうなんだ、僕買った答えはあれですもん、はい、ロレックスとかは、うん、文字盤がムーブメントに両面テープで固定されてる答えがあって、うん、やばい、そうこれ直らないんですけどどうしましょうって言われたのそれやばいですね、うん、そういうのが普通に出てきますね、うわだちゃんとしたところで買う、うんうん、といいかなですね、はい、すみません、ちゃんとしたお店ね、はい、はい、話出すのですみません、もういやいやめちゃくちゃ面白かったです。ギャラリーの方質問ございませんか。はい、はい、どうぞ八さん。20代であまりお金のない方が最初の一歩、うん、今買うとしたらどういう選び方したらいいですか。ね、20代の人でもし買うんだったら、20代の人って結構何でも似合うと思うんですよ。で意外と文字盤にお金かかってキラッとしてるの買うと満足度が高い。なるほど、そう意外とそれかも、確かにそうかもしれない。ケースとかブレスレットの作りとかって行く人たちって、はいはい、まあ、その後なので、そう分かんないですもんね、うん、最初ね、文字盤綺麗なの買う、うん、ティソン PRX とかいいし、あれめちゃくちゃいいですよ、いいじゃないですか、持ってますけどめちゃくちゃいいです、いいじゃないですか、はい、あれもケースと文字盤にもう超命かけてる、うん、出来はすっごいいい。まあ、あとまあラクラのアイコンもやっぱよくできてる、うん、あとフォーメックスとかもやっぱよくできてる、うん、まあ、そのあたり一つありかな。あとはプレザージとかもありだし、うん、はい、プロスペクトのカクテルシリーズとかもあり、ね、ですよね。文字盤でいく、文字盤でいく、いく文字盤でいく、文字盤でいくと満足度高いぞみたいな。そうです、ありがとうございます。はい、ということで長々とお話を伺ってきました。ありがとうございます。なんかすいません、すっごい面白くて、いやごめんなさい、こんな話、ま、全然でもなんかいつも飲んでる雰囲気でね、はい、話させていただいて、ね、よかったです。またぜひ、全然来ますので、はい、で今日最後にですね、はい、そうだ、こちらを、はい、今日今回プレゼントしていただけるということで、はい、します。ムーブメントブック、クロノス編集部の作業が丸々一月この編集のため止まってしまったっていう本でございます。一応定期購読者向けにこれプレゼントして作ったんですけれども、まあ、今回出させていただくにあたって見てくださってる方3名、はい、なぜかって本がないので本当は10冊ぐらい巻きたいんですけれども、あの在庫がもうございませんので3冊あります。はい、応募方法に関してはハッシュタグでクロノス応援団、クロノス応援団、この辺また後で私の方から詳しく説明させていただきたいと思います。でこれは一応を持っておくと、あなたもこれでムーブメント王だっていう形になるような代物でございます、うん、でサインも入れていただける。あ、するんですか、サインで。してください。します、じゃあします、はい、します。じゃあ私もサイン入れましょう、はい、プラスしてこちらの本も、はい、最新刊もお付けいたしますので、あ素晴らしい、読んでいただければと思います。が3名様、はいはい、に来るって形です。素晴らしい、はい、ということで本当に楽しかったです。いや、すいません、取り留めない話申し訳ありません。ありがとうございます。ありがとうございます。
では皆さん気になってると思います、ムーブメントブック広田編集長と、まあ私のサインはいるかどうか分かりませんけれども書きますということで、プレゼント3名様に当たる、その応募方法についてお知らせしていこうと思います。この4つの手順踏んでいただいて応募完了という流れになります。1個ずつ説明していきますね。まずはツイッターアカウントのご用意をお願いいたします。こちら過去にですね、ツイッターアカウントの作り方、そしてツイッターの使い方みたいな動画を作っています。ちょっと結構前の動画にはなるんですけれども、アカウントの作り方は基本的には変わってませんので、こちらを参考にしていただければと思います。これ概要欄にリンク貼っておきますね、ぜひご覧いただければと思います。そしてツイッターアカウントすでに持ってるよという方はですね、私とウェブクロノスさんのアカウント、こちらをフォローしてください。ちょっと実際に今検索してみます。ここでウェブクロノスっていう風に検索すると、はい、出てきますね。これをフォローしてください。そして私の方も団長ウォッチ情熱応援団検索していただくと出てきますので、こちらフォローいただければと思います。そしてフォローしていただきましたら、次はですね、この動画の公開をお知らせする私の投稿がありますので、そちらを見つけてください。今これ動画収録のタイミングではその投稿がないので、じゃあどうやるかっていうのをちょっと例としてお伝えしていく形になっちゃうんですけど、私のツイッター画面ですね、こちら探していただくと動画を公開しましたよっていう投稿がこうたびたびあるんですけど、こういったもので今回の動画の公開をお知らせするものっていうのがこの動画の公開のタイミングで必ず上がってますから、それを探してください。そしてその次ですね、見つけていただいたら今度は動画の感想とハッシュタグクロノス応援団を記入していただいて引用リツイートを押していただくと、そういった流れになります。これも実際に見ていきましょう。例えばの話になります。実際はこれじゃないですよ。実際は今回の動画のこの投稿を見つけてくださいね。で、このリツイートのマーク、これですね、これを押していただくとリツイート、引用リツイート2つ出てきます。これスマホでも一緒ですね。なので引用リツイートを押していただくとこういう画面になります。スマートフォンももちろん同じような画面が出てきます。なのでここで動画の感想、面白かったとか、広田さんすげーとか、そんな感じのもので構いません。そしてハッシュタグですね、シャープマークを押していただいて、カタカナでクロノス、そして漢字で応援団と書いていただければ OK です。こちらでツイートするボタンを押していただければ応募完了となります。このハッシュタグ、例えばクロノスの部分ひらがなになってしまったりとか英語になってしまうと、私の方で探すのが結構難しくなってしまうので、ぜひお間違いのないようにお願いいたします。たくさんのご応募お待ちしております。はい、といったところで広田編集長との対談お送りさせていただきました。内容広くて濃かったですよね。初心者から上級者まで楽しめる内容になっていたんじゃないかなと思います。また広田編集長来ていただけるということでしたので、またその際はテーマを変えて話してみたいなと思っております。次の機会もぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。